ちゃ。こんにちは。はい。はい、ゆだかさん。やっと。とうとう違う。とうとうついに。ついに。でもないけど、まあ祝開幕ということでね。ねえ。プロ野球が始まりました。ね、まあ、今年はね、WBC があったんで、ちょっとなんかこうね、野球づいて。そのままの勢いで、まあ、そうだな開幕それを持っていきたいよね、うん、っていうところと、まあ、それがあったからどんな開幕になるのっていうところもちょっとなくはないですけど、まあ、結果から言うと、うん、素晴らしい開幕になった、ね、まあ、早速だけど、はい、ちょっとゲームをね、はい、見ていきたいと思います、はい、まあ、今シーズンもまあ、3連戦の振り返りだとか、うん、もうできる限りやっていくんで、はい、またよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、ということで、はい、まずはセリーグから、はい、ね、はい、こういう風になりました。はい、ね、これね、今回は1試合を見ているので、スコアですね、これは。うん、まあ、スコア、はい、もう開幕ということで、ね。ね、まあ特別な試合ということで、まあ全球団の、まあ、全球団のね、開幕試合を追っていこうということですね。うん、やっていくし。またこれからは3連戦の振り返りとかね、うん、まあ、そういうのもやっていきたいと思います。はい、ね、まずセリーグのヤクルト対広島から、うん、小川大瀬良の投げ合い、はい、ね、いきなりゲームが初回に動きました、うん、村上のツーランというね、ね、これシーズンまたいでの2打席連続ということですね。まあ遠い話だから、うん、まあ、それは2打席連続でもどっちでもいいんだけどもさ、でもね、でもすごいですよね、締めくくりと開幕とで、まあ、ね、まあ、そうだな、で実は WBC も挟まってホームラン打ってるというね、はい、まあ、だけどやっぱこうインサイド攻められてて、うん、もういいかなと思ったカーブを拾ってセンターの、うん、まあ左の方にね打ち込んだあたりは、うん、やっぱ大谷かなという、なんかちょっとね、なんかそういうシーンを思い出すような打席でしたね。まあ、素晴らしいホームランだったね、うん、はい、まあ、この試合で、まあ、山田が二盗塁を決めてるとか、うんうんうん、中村がスクイズをやって4点目を取ってるとか、はい、まあ、大技小技、まあ、オスラもホームラン打ったりとかね、うん、まあ、して、まあ、快勝だったね、うん、やっぱ強いなっていう印象を付けた、うん、まあ、ヤクルトだったね。もうここに準備万端で挑めた感じですかね。そうだね、うん、まあ、大瀬良もね決して悪くはなかったけども、はい、やっぱ村上のホームランがちょっとね効いたのと、うん、まあ、その次の打席村上から三振取ってたけども、うん、ちょっとエンジンのかかりが遅かったかなというね、うんうん、まあ、そういう試合でした、はい、タイガースと、ベイスターズ、はい、ね、青柳と石田の投げ合いね、うん、で青柳に対して DeNA が牧4番、うん、あと全部左、うん、でレギュラーを使わなかったんだよね。なるほど、もうこれは左を並べようということに重点を置いたっていう、まあ、そうだ ね、 ね、まあ、天敵青柳だから、うん、そういうふうな手段を取った。それと3番に入れた上里が非常に青柳と相性がいいんだよね、うん、ただしやっぱり開幕って独特だし特別な試合なんだよね、やっぱりね、うん、それがシーズンのスタートっていうことを考えると、俺は個人的にはレギュラーをしっかり使ってほしかったね、うん、まあ、でピッチャー交代とともに、まあ、レギュラーが宮崎とか出てきて3打点だとかさ、桑原が出てきてバックホーム刺すとか、うん、でやっぱり慣れない人を使ったばっかりにエラーから失点するケースが多かったよね。うん、だから非常にもったいない開幕戦だったなっていうね。なるほど、うん、まあ、石田も 3点で抑えたんだけどもさ、はい、まあ、ちょっと策を講じすぎたかなっていうね。なるほど、まあ、そんな感じがしたけど、阪神は、うん、まあ例えば青柳が好投する、はい、それに応える野手陣、うん、まあ大山をねきっかけに、まあ、3点取ったシーンなんかも、そうだし、一番目についたのは、うん、佐藤がライト前ヒット打ったんだよね、はい、でやっぱ緩慢な守備を見て二塁を落とし入れてんのよ、うんうん、でその後三塁になって小畑が返すんだけどもさ、はい、だからここら辺はやっぱ阪神隙がないなっていうね、うん、まあ、そんな感じがした。これは監督が変わったっていうことは、まあ、関係あるだろうね。試合に見ていて何か関係あるとかありましたかね、うん、はい、ただその最後に投げた、
湯浅さん、はい、ちょっと状態悪かったね。やっぱ WBC でちょっと調整がうまくいってないのかわからないけども、うん、やっぱコントロールも乱れてるし、ボールもいってないしということで、セーブは上げたけどもちょっと心配な部分はあったね。なるほど、はいはい、はい。まあでも見事に岡田監督、うん、森下を下げて、うん、板山をライトに入れたら、はいね、板山がスーパーキャッチでファインプレーをするとかね、まあ、岡田監督の手腕というのは今後見ものだよね。さえさえですかね、はい、はい、ね。でジャイアンツ対中日、はい、ビーディーと小笠原の投げ合い、うん、はい、ビーディーもちょっと不安定な立ち上がりだったんだけども、はい、尻上がり調子が良くて、うん、2点に抑えたんだよね、はい、だから非常にいいピッチングをしたなっていう、うん、で、まあ、ジャイアンツが3点取ったのは中田翔のホームランと、まあ、2対1で負けてる場面で、うん、1、2塁から右へね追い込まれて、うん、2人を返して逆転するんだよね、はい、だからまあ今年の中田はちょっと違うなっていうような感情を見せてくれたし、うんうん、で中日の小笠原、はい、もう素晴らしいピッチングだし気持ちがこもってたよね、うん、ただ120球超えてても8回マウンドに行ったんだよね、うん、この弊害っていうのはロドリゲス、はい、動画でも言ったけども、はい、ちょっと亡命の可能性があって戻ってきてないんだよね。連絡もね、未だちょっとね、そうなんだよね、難しいみたいですよね、うん、それで、120球超えててマウンドに上がり、まあ、145球を投げて降板するんだよね、逆転を食らって、はい、うん、で涙してみたいな、うん、そういうことがあったんだけども、だけどその姿にやっぱ中日の野手陣が心を動かされたよね、うん、だからまあスクイズあり高橋周平の長打で返してくるとか、なんか心がこもった試合が開幕戦にできたんじゃないかなっていうような、うん、まあ、非常に素晴らしいゲームだったね、はい、ただそのジャイアンツの方は3対2で9回大勢が出てくるかなと思ったら、はい、大勢がやっぱり調整不足という、うん、やっぱ WBC の後遺症なんだろうね。ちょっと WBC は投手陣がなかなか難しい感じですかね。そうだな、うん、だからちょっともったいなかったなっていうね。3対2に逆転して永田がね、うん、あのまま大勢が抑えればすごく綺麗なゲームで、なんか勢いのつく試合だったと思うんだけども大勢が使えなかったと、うん、まあコメントでも原監督が言ってた、ね、使える状態ではなかったと。なるほど、うん、だからまあこれは仕方ないよね。どういう状態なのか気になりますけど、うん、でもねこういう試合やっぱりプロ野球って面白いないや本当にいろんなこうドラマがあり、ね、気づきがあり、うん、素晴らしいやっぱこうセ・リーグ開幕だったと思うよね。はい、はい、続きまして、はい、パ・リーグ、はい、こうなります。はい、パ・リーグは1試合だけ、ね、1日早く開幕しているので、はいはい、うん、日本ハムと楽天の試合は1日前の試合ということですが、そうだね、まあ加藤もさすがだったんだけど、うん、やっぱマー君もやっぱこう自分で言ってる、まあ、開幕は慣れてると、うん、だから経験値だと、うん、いうようなことを言ってたけども、やっぱり見事だったね、うん、コントロールだとか、うん、自分のその精神をコントロールしていくのも。で加藤の方はやっぱ記録を作ったんだ、うん、フォアボール1シーズンの11個、し1シーズン戦って11個しかフォアボールを出さない、はい、やっぱ初球のファーストストライクの率がすごく高いんだよね、はい、それを伊藤由紀が DeNA からその楽天にね、うん、移籍した、はい、だから初球をものの見事なホームランを打たれてエスコンフィールドの第1号になったと、ね、第1号のホームランですね、うん、そう新球場ですからね、そうそう、うん、だからこれ一生その球場がある時はあるうちはってもうこれから何十年ってあるわけだけども名前が残るよね。この球場で第1号打ったのは私ですっていうことを言いますね。そうそうそう、はい、で、フランコがね、うん、やっぱこうホームラン打ったりとかして、はい、まあこう日本ハムが勝てなかったんだけどもね、うん、でもそのエスコンでの初ヒットだとか
ね、初ホームランだとか、はい、初打点だとか、ね、そういうの全部楽天に持っていかれたというね、うん、でもまあこの試合で日本ハムの初めてのヒットが清宮ということでね、うん、ツーベースということで、はい、ね、まあ一つの名前を残したという、はい、まあ、そういう試合でした。西武ライオンズ対オリックス、はい、ね、高橋コモラ、はい、山下俊平太、はい、もうフルネームを言いたくなる名前ですね。高橋コーナーもね、はい、やっぱさすがだわ、うん、やっぱボールに力あるし、もう気持ちは乗っていくし、うん、まあ経験値はもう素晴らしいものを持ってるなという、はい、で一方山下俊平太、うん、一軍登録が初、はい、初先発、はい、初開幕、はい、全部初物尽くしで、はい、まあ舞い上がるかなと思ったらとんでもない、うん、バンバンいってた。やっぱこのピッチャーはね、今年もう大注目だよ。この雰囲気で投げてるというのが、やっぱこの初ぞろいでも、うん、開幕投手でいこうっていうようなポイントなんですかね。うん、まあやっぱそうだよね、うん、まあ、そういう雰囲気もあるし、あのやっぱ動じないわ、うんうん、で、高橋コーナーと投げ合って6回かな、1対1で降板したんだけど、はい、この降板した時にやっぱこう、キレを少しやっぱスタミナ的になくした時に、うん、中島監督うまいな、スパッと変えて、ね、事なきゃ得てみたいな、まあ、そういうところも目立ったし、でも2対1でずっと勝ってたんだよね、はい、西武が、はい、ね、アイトのホームランで勝ち越して、はい、うん、栗山がタイムリー、うん、アイトがホームランで2対1、はい、ね、で最後森宗、まあ後でも触れるけど、うん、ホームランを打って、はい、まあ、勝ちゲームにしたという。いやもうこれもね、なんかドラマが詰まってるよ。うん、ああね、あの、うん、また後でも触れますけど、そう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 、出てくるね、そうそうそう、選手たちもいろいろと、ね、いやいろありますよね。はい、はい、でソフトバンク対マリンズ、はい、ね、大関が相性がいいんだよね、うん、防御率ロッテに対して1点台なんだよ、はい、まあ、それで開幕投手に抜擢されてるわけだけども、やっぱ5回3分の1までパーフェクトで1点だよね、はい、うん、でまああの無失点で降りるわけだけども、うん、はい、まあ、この中に栗原、はい、ね、復帰してね、本当にどんな気持ちでリハビリしてたのかわかんないけどさ、うん、もう本当にもうこの時期だよ、4月に入って、ね、4月に入ってすぐ離脱して、うん、もう1年間もリハビリ生活を行って、で今日4番でスタートしたけども、はい、見事に先制スリーランを打ってね、うん、その苦しみをなんかこう晴らしたというか、うん、まあそういうお立ち台でも泣きそうだったけど、いやもう本当に、泣いちゃいけないみたいなのがあったんだろうね、まだ戦いは続くっていうことがあったんだろうね、うん、まあでも見事なね、素晴らしいホームランで復帰戦というかね、うん、開幕戦が復帰戦になったけど、見事に、飾ったというね、はい、これまあそういう試合だったよね。見てる人はもうほっとしてね、うん、あ戻ってきてくれたっていうね、そうそうそう、気持ちになりましたよね。そうだね、はい、まあ移籍組の近藤は1安打、はい、でも最後はオスナが締めたけどね、うん、まあ、やっぱりオスナさすがだね、はい、うん、で小島の方、はい、やっぱ援護点がないんだよ、うん、まあ確かに開幕戦でまあその相性がいいとかエースと同士の投げ合いになってくるとそんなに援護点はもらえないけどさ、はい、まあ今年も小島援護点がもらえないのかなっていうような、ちょっと昨シーズンもねなかなか勝ちに恵まれなくて、そうなんだよ、援護点がないんだよ、ね、だからまあなんとかね今年は打ってあげて、ちょっと楽に少しはね勝たせてあげるように、はい、ただ今日先発したっていうことはこういうピッチャーに当たっていくっていうことだからね、うん、だからそう、まあ、援護点なんかあんまり取れないよ、なるほど、うん、だから小島頑張ると、はい、いうことです、はい、ね、まあこういうのがパリーグ、まあ本当にね感動するゲーム、ドラマっていうのが非常に多かった、多く詰まったね、はい、ゲームでした、はい、でその中で、うん、ね、新戦力、今もねゲーム見ていったところでいろいろとお名前出ましたけど、はい、まあ、その中でもとかちょっと今回はあまり触れなかった選手で豊さんが
ちょっと目立った選手ね、うん、注目したいなっていう戦力ね。そうそうそう、はい、新しい戦力ですね、はいはい、今6名出てますが、はい、本当は他にもいて、いやまだいっぱいいるよ本当に、うん、ただ活躍とかねいろいろ考えて、うん、今日はということでこの6名に触れたいもう1日だけだから今日見てね、はい、はい、で注目の新戦力、はい、まず巨人、はい、船場様広政、はい、三三振デビューですよ、1イニングは投げっぷりがいいわ、なるほど、思いっきりもいいし、うん、だからこうちょっと変則だしね、はい、非常に期待を持ってもいいのかなっていうような、うん、まあ昨年大勢が出てきて、はい、どうなるかなと思ったんだけども、うん、ボールには力があるよっていうふうに聞いてたけども、はい、もうそれ以上の大勢のボールを投げてね、うん、船場様非常に落ち着いてるわ、うん、まあ、顔は緊張感があったんだけども、はい、まあ、腕も振れてるしね、うん、まあ、度胸の良さが目立ったかなっていうね、うん、もし巨人が勝っとけば船場様が多分俺勝ち投手になったと思うんだよね、うん、だから非常にもったいなかったなと思ってね、うんうん、ね、今日は3番目で投げましたね。そうだね、はい、はい、中日、はい、アキーノ外野手、うん、ね、はい、これまあ、新戦力で、うん、今日岡林大島の 1,2 番コンビが、はい、やっぱチャンスメイクをするんだよね、うんうん、でこの2人っていうのは非常に昨年からチャンスメイクをするんだけどもさ、誰が返すのかということなんだよね、うん、で今日アキーノが悩んだで、まあ、打点を上げたけどもやっぱアキーノがポイントをやっぱり握るのかなっていう、うん、新戦力の中でね、はい、でアキーノが打てばすごく楽に点が取れるというかね、うんうん、まあ、そんな感じがするし足も速いしね、今日内野安打にしたようなショートへの、うん、当たりなんかも普通の外国人だったらアウトになるなと思うんだけども、はい、やっぱり一生懸命走ってるし、うん、内野安打にする脚力を持ってると、うん、まあ肩も強いし、うん、ね、だから非常に中日の鍵を握る新戦力かなっていうふうに思います。はい、でオリックス、はい、森友哉、うん、まあこれはね西武でもう大黒柱だったのがオリックスに行って、はい、今日9回ツーアウト、うん、ランナーなし、うん、1点差負けてて初球のフォークをものの見事にホームランしたよね、はい、でキャッチャーは外に構えてたんだけどちょっと内側に入ってきたんだよね森の。それを逃さなかった、うん、でも森が古巣と対戦をする、はい、まあ、これ谷繁に聞いたけどさ、まあ、谷繁も DeNA から中日に入って、うん、初めての DeNA との試合の時にやっぱ必要以上に力が入ったと。そりゃそうですよね、みんな仲間だった人たちと、そうそうそう、いきなり敵になって、うん、しかも今回はね球場まで、そうなんだ、元ホーム、そうなんだよな、はい、だから自然的に力は入ってたと思うんだけどもさ、はい、まあ、あそこでホームランしか狙ってなかったと思うんだよ、うん、それを見事に、まあ、ホームランをするというね、うん、そして次の回宗がホームランを打って勝ちゲームにしたという、だから非常に複雑な思いもあったと思うけども、なんかあのホームランを見ると吉田正尚の穴を埋めてくれるぐらいの活躍も期待していいかなって思っちゃうよね。なるほど、うん、だから見事なホームランだったね、はい、はい、で一方打たれた西武、はい、青山が打たれたんだよね、はい、青山みなと、はい、オープン戦で非常に良かったのよ、うん、で、抑えシチュエーションで出てきた1点差でね、はい、で森に打たれたのが青山なんだけども、はい、持ってるものはやっぱすごいね、うん、いいもの持ってるし、松井稼頭央監督もいやもうあの場面で青山しか考えてないと、オープン戦で1点も取られてないんだよね、うん、はい、まあ、そのぐらい、力があって、うん、調子も良かったピッチャーなんだけども、はい、やっぱ開幕というああいう独特な雰囲気だとか、やっぱプロは甘いボールをね逃してくれないとか、うん、コースを間違えたボールは打たれちゃうとか、もうすごいいい勉強したと思うんだよね、はい、でも力はあるから、うん、自分をね見失うことなく、はい、頑張ってほしいなという
選手でちょっとピックアップしてるんだけどね。なるほど、1年目でね、うん、そうだね。もう開幕試合に出てくるっていうふうには思ってましたか？いや全く思ってなかった、ね、うん、だけどやっぱそのぐらい力を買ってるっていうことだから、そうですよね、だからその期待にやっぱ応えてほしいなっていうね、うん、そんな感じがするし、はい、あのピッチングコーチである豊田、うん、あのピッチャーに似てんだよね。なるほど。あのピッチャー豊田も抑えをやってて、やっぱいい投手コーチがいるわけだから、まあ、ちょっと学んでね、うん、でも最初挫折から入った方が絶対力がついてくるから、そうですね、うん、頑張れ、ね、はい、で日本ハム、うん、田中正義、はい、あのやっぱボールに力あるねこのピッチャー、これ一勝もしてないとか不思議なんだよね、うん、まあ怪我が多い選手なんだけども、そうです、ただ、うん、日本ハムは抑えを誰にしようかってまだ悩んでると思うんだよね。だから田中正義なんかあのボールの力を考えればもうやってもいいぐらいだよね。うん、うん、だから非常に日本ハムもいい選手を取れてるなっていうね、うん、まあそんな感じがするよ。だからどういう使われ方をするか、うん、あ、非常にこれから楽しみ ね、田中正義ね、あの、はい、移籍して新戦力ということでね、そうそうそう、人的保障で来ているからね、はい、はい、で楽天、はい、最後フランコ、うん、指名打者、はい、これ結構打つよあのね、うん、ただね打ったボールが加藤から打ってるんだけど、はい、同じボールなんだよね、スライダー食い込んでるボールを巻き込んで打つような感じで打ってるんだけどもさ、はい、やっぱパワーあるし、やっぱこの選手が右なんだけど、はい、楽天っていうのはこう打順を組んだ時に左がものすごく多いのよね、うんうん、だからフランコなんかが入ってくれると浅村を楽にするよね。うん、なんか右打者って言ったら浅村しかいないっていうような感じがするんだけども、そんな話をねちょくちょく、そうだよね、聞きますよね、うん、だけどそのフランコが入ることによってバリエーションが増えるというかさ、はい、でさっきも話したけど伊藤がね初球ホームランをするとか、これも右打者なんだよね、はい、で阿部がいるでしょ、うん、だからフランコが活躍すると本当にあの打順の組み方とか、うん、あの非常に楽になるかなと思って、はい、で今年結構やりそうな外国人の一人だよね、うん、うん、いいスタート切ったし4打数3安打、はい、2打点、そう1本塁打です ね、はい、だけど開幕まあ今日からしたけども、うん、やっぱ素晴らしいね野球なんかね、うん、WBC を見てるような試合が、うん、本当に6試合あったような、なるほど、うん、そんな感じがした。だから本当にプロってすごいなっていうのは改めて感じたし、うん、なんかそのプロの集中力というか、うん、そういうことも素晴らしいし、うん、なんか感動を与えるというか、うん、なんかこう巨人戦の小笠原の涙ね、降板してその涙に応えた野手陣とか、うん、ね、森友哉の、ね、涙ながらもっていうか心の中はごめんみたいな感じで打ったと思うけど、まだね、だけどなんかこうね古巣で強烈なしっぺ返しというか、はい、まあ、そういうのもあったし、だから非常に野球っていうのは面白いなっていうね、うん、また村上が今年三冠を取れるのかなっていうようなスタートも見せたし、ね、うん、で山田がトリプルスリー今年やるのかなっていうような二刀流も見せてくれたし、はい、だまあね、まあ、始まったばっかりだけども、はい、まあ、これからね、まあ、3年生の振り返りやいろんなことをやっていきたいので、はい、ね、頑張ります。今年もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい。